インドの一元論哲学を読むという宮本圭一さんの著作なんですけれどもシャンカラのウパデシャ・サハスリーっていう三分編シャンカラの著作とまあ認められているものですねそれに対する宮本圭一さんの解説という形で構成されている本であの非常に読みやすいいい本なんですね宮本圭一さんがシャンカラの哲学を非常によく理解をしているので解説が非常に明晰で分かりやすいと このように典型聖典と億年聖典とによって最高事故の特徴を理解し輪廻の海を渡ろうと願う弟子に次のように問うべきであるすなわち「愛じを」「あなたは誰か」と、まあ、ラーマナマハルシュと同じですね「私は誰か」って自分に問いかけなさいって言ってるで「主は弟子にあなたは誰か」ってまず問いかけよう。でっと弟子がですね「私はかくかくしかじかの家系のバラモンの息子で、まあ、これは普通の世俗的な答えなんですけどもこれについて宮本さんが解説してます。 私たちの日常的な発話の中では私は歩く私は楽しいと言います。私私は歩くの場合のというのは身体であって私私はは楽しいの私は心を表しているで身体と心は容易に捉えることができます。ところがそれとは別に私の身体とか私の心とか私のバッグとか私の服とかっていうようなその私っていうこのビビアンドの私っていうのは身体と心とは別のものを言っていると。 でこの場合の私こそが真実の自己を指して使われている言葉の使い方の私なんですねで。ところがそれを深く意識することは通常はありません。でこのように私という発語で私たちは容易に捉えられる私と絶対に捉えられない私とごちゃ混ぜにしているのですということですね。ここれはあのこれはまでずっと僕は説明しているようにここの部分を非常に簡単に書くと この事故とそれから心身でこちらがこっち心身がこの,元々の事象っていうねここから展開したこれを心身と言ってるわけですよねですから私って言った場合自己と心身の両方私たちは会話の中でこれ使い分けてる私のバッグとかって言った時の私私の心って言った場合の私はこっちを言ってるわけだしさっきの私は楽しいっていうのは私はこっちのこと私は歩くって言った場合のこっちを言ってるっていうんで見事に使い分けてるんですね会話の中で。 だからとっていう言葉はこの両方であると取る「べきなんですね、うん、ところがこれの」意味は何かっていうことなんですけどねここ師匠あ,あ,あなた」は誰かって言ってこのね師匠が言ってる「あなた」っていうのは何かって言ったらこれのことなんですね <laughs> 師匠がね言ってる「あなた」はこっちのことでこっちを意味してないんですよだからねこ,こっち言ってるところが弟子が答えてる「私はカクカク下着がのどのこうの」っていう弟子の言ってる「私」っていうのは こっちのことを言ってるわけですね。コラの意見が噛み合わないわけですよ。同じ私っていう言葉を使うんだけど、師匠が私って言ったときはこちらを意味してて、親師は意味してないんですよ、全く。で弟子が私って言ったときはこっちだけを意味してるわけですよ。これ意見か全然噛み合わない話が噛み合わないわけですね。で僕はこの両方を意味しているので、あここの言葉はこっち使ってるな、こっちの言葉はこっち使ってるなっていうのを。 こう解釈しながら読んでいけるから分かるんですけどここの中身では完全に違うものを言っているということをね理解してください。